はい、えー、ニュース速をご覧の皆さん、こんにちは。えー、慶応大学の岸です。えっ、ー、と、ちょっと前、ここのコーナーで、私、あの岸田総理をあの見直し出してると。 新しい資本主義って、えー、実は正しければ、えー、いい方向いけるじゃんということを、えー、言ったと思うんですけども、えー、最近のいろんな、えーまあ、政権絡みの状況を見ていてですね、やっぱこの政権あかんかなと思い出してます。<laughs> あの、ちょっとね、あまりに情けないなというのは2つあったので、順番に説明しますとですね、えー、今まさに政府の側、政府与党の側で検討中の経済対策、補正予算ですよね。 でこれに関すする動きですでこれに関しましては、えー、ご覧の皆さん、えー、いろんな報道ですでにご承知のようにですね、まあ、岸田、えー、総理がですね、えー、増税クソメガネと言われてる、まあえー、評判を非常に気にしてか、えーまあ、減税を匂わせましたよね問題はじゃあそこから先見る、えー、何が起きたか、えー、これも皆様ご承知のように、えーまあ、与党 まあ自民党、公明党、えー、双方の幹部の方が、ですね非常に自由奔放に、ですね、えー、だから減税で、こういう減税をすべきだと、で大体みんな取得税減税とか、ですね、まあ、消費税減税言ってる自民党の若手もいますし、えー、公明党はこの、えー、取得減税以外に、ですね、えー、低取得者の方向けに、ですね定額お金出すことまで、えー、言ってると。 まあ要は、えー、岸田さんが減税と言って、ですねで与党の側の幹部はみんな自由奔放にいろんな減税言い出したとで、私ですね、これ、非常にダメだなと思ってます、岸田さんがまず減税と言いましたと、で国民の期待、あまり高まっちゃう感はないんですけども、それで、えー、与党の幹部はみんな、です、ね、いろんなそういう具体的な減税、個人向け減税のアイデアを言い出したと、でそれを当然、僕ら国民に聞いてるわけです。 じゃあこれで蓋を開けて、実際はそういう個人向けのしっかりした減税がなくて、報道されてたように企業向けの減税ばっかりになったら、当然僕ら国民の側は、ああ、やっぱりダメやんって失望するんですね。だ要はその後あなった,らまた、えー、支持率下がっちゃうわけです。 だから本来は、いわゆるレピテーションマネジメントという評判、えー、世論、えー、評価を、えー、マネージメントするという観点から言えばですね、少なくとも最初に減税を打,ち上げて打ち上げたらですね、与党の幹部にそんな自由奔放にものを言わせないとかですね、または最初はあんまり言わないで、サプライズでドカンと実際の具体的な減税を出しちゃうと。こうやった方が、やっぱりサプライズがあった分支持率は上がるわけですよ。 そう考えると、残念ながら、えー、最初に評判気にして減税に酔わして、えー、与党の皆さんが自由奔放に物を言うのをコントロールもできなかったと、総理官邸の側が、えー、自民党に対してそういうのをしっかり、えー、水面下であの自由に喋らせない、ちゃんとコントロールするってことをやってなかったわけです。一体、総理官邸、何やってんのかと、あの正直言ってですね、開いた口が塞がりません。与党のコントロールもできない 総理官邸政権が日本のコントロールをできるはずがありませんよね二番目にびっくりして残念だったのはこれも皆さん報道でご承知の今イスラエルとハマスがほぼ戦争状態とでこれへの対応なんですねハマスが イスラエル爆撃して、で、イスラエルが出て、タリオシ試が出て、イスラエルがすぐ報復を始めた段階でですね、えー、当然、あの日本を除く G7 の国、みんなまとまってですね、ハマスを明確にテロリストと、テロだと指名した上で厳しく非難したわけです。じゃあ、その中で日本はどういう対応だったか。えー、一発目のアクションは、岸田総理がツイッター、もう今の X ですよね、そこの内容を見るとですね、ハマスの行為をテロだとは言ってません。 で逆にですね、双方、両者、だからまあ、ハマスとイスラエル、双方に自制を求めるというですね、なんとも中途半端な発言をしたわけです。で、じゃあなんでこんな、えー、アホな発言をしたのかと、当然これ、外務省も情報収集していて、外務省から情報が入っていたはず、情報ないままでツイッター書くと思えませんので、で、そこで外務省の情報収集が不十分だったのか。 または、えーまあ、当然このハマスパレスチナサイドで、えーまあ、周辺の中東のアラブ諸国つな、えー、がりがありますので、えー、中東から石油をたくさん輸入してる日本としてはですねイスラエルだけの肩を持って、えー、この中東の国が、えーまあ、不満に思うのを怖がったのか分かんないけどもそういう中途半端な双方に姿勢を求めるっていう,です、ね、もう言わない方がいいようなことを言ってしまったと。当たり前のことなんですけども あのハマスはガザ地区に潜んでる、まあ、過激派組織ですよねだからあのガザに住んでるパレス,タンパレスチナ人220万人とハマスは別なわけです。 だから本来、ハマスの行動に関しては、しっかり厳しく言うべきだったと。その上で、ハマスの一般の人民については、やっぱりちゃんと安全をっていうですね、まさに今、アメリカも追求している路線が当たり前なわけで、そういう意味じゃ、最初の段階でハマスとパレスチナ、ガザを明確に瞬別もできてなかったと。で、これでがっかりしたのが、よく岸田政権、経済とか内政、全然ダメだよねと。でも外交頑張ってるじゃんと。 広島サミットと言うとだからか外交だけは取りやったんですけどその外交でこれかよと。だから実はこの、えー、総理の最初のリアクションを見てですねいわゆる政策に関わってるプロの人はみんなですね「この政権外交が頑張ってるのだ,だめやんと」とみんなを、えー、がっかりして、まあ、結構見放しだしてます。 さっき言った経済で減税に関して与党のコントロールもできてないと、サプライズも演出できないと。で、その一方で外交でこういうですね、非常に大きなチョンボをやると。であ、ちなみに言い忘れましたけども、こんな中途半端な発言したらですね、多分諸外国は、あやっぱり日本は外交こんなもんかと思ったはずです。だからその観点からもまずいよねと。岸田総理というか、官邸の側がですね、ダメすぎますね、総理官邸の対全体の対応が。 だから私も正直言ってこの2つのつ出来事で,がっかりしてますでそういう中で、えー、っと10月20日今週金曜日ですね、えー、臨時国会が始まりますとで一応いまだに政治部記者中心にですね年内解散総選挙があるかもって言われてますけども結論私の現状の結論は年内総選挙無理だなと思ってます。 というのは、えー、この、えー、臨時公開始まる前の,前の、1、えー、週間前の週末の世論調査の結果を見ても、えー、各メディアみんな、えー、政権の支持率が下がっていると。今の状況で下がっているんです。 でおそらく日、まあえー、金曜日に国会が始まると、22日に、えー、長崎と、えー、高知で補欠選挙があるというのを考えると、多分、えーまあ、この、えー、臨時国会が始まるタイミングぐらいで、経済対策の、えーまあ、最低限骨格は分かるはずなんですね。もしそこで、さっき言ったように、じゃしっかりした個人向けの減税がなかったら、あやっぱりダメなのよ、だったよねって、またさらに支持率が下がる可能性があると。 でその後補欠選挙も非常に厳しい戦いになる可能性があるとでいうことを考えると、えー、まあ現実的にはですね本当にしっかりした減税をサプライズで出して、えー、おおこれはいいじゃねえかと支持率が案内限りはとても、えー、年内に解散・総選挙ができる状況じゃないんじゃないかなというふうに思いますまあでもそう考えると本当返す返すもですね総理官邸の側がこの政策全体をしっかりグリップするっていうのは全然できてません 何遍もも、言いますけどもあの減税は実際やるべきだしでそれをですね、しっかりサプライズでやればやっぱり評判が今まで低かった増税、えー、クソメガネとばっかり言われていたそこで具体策をドーンと出したらが絶対跳ね上がったわけですよ。でもなんか評判が嫌でちょっと匂わしてで与党の幹部が好き勝手にやってきたりして高めることも全然コントロールしないと。 それで、えーまあ、この週末とか経済対策のほ,、えー、ほぼ分かって、ですね実際に具体的な個人向けのしっかりした減税なかったら、さらに支持率下がりますよね。3秒考えれば分かることの、えー、マネジメントコントロールもできないのかよと、そんな政権が、えー、与党のコントロールもできない政権が、日本全体の運営できるのかよというのは、正直言ってこれ、感じざるを得ませんから、えーまあ、この状況では、なかなか年内の総選挙はないんじゃないのかなと。 まあ、このようにです、ね、この経済、まあ、経済対策をめぐる対応を見ていても、このイスラエル・ハマスへの対応を見ていても、ちょっと正直言って、官邸、ダメすぎるなっていうのはあるんですけども、そういう中で、まあ、この国会が始まると、えー、10月20日金曜日、今週の、えーまあ、金曜から始まると、で22日に、えーまあ、長崎、えー、高知で補欠選挙があるよねっていうのはあって、ですねじゃあ、そもそもこれで、えー、どうなるんだと。 多分この20日22日の、えー、ぐらいの頃で経済対策の内容、ある程度分かると思うんですけども、ここでたい、えー、大した減税が入らなかったら、さらに支持率はきつくなるんだろうなと思うと。でじゃあ、あとはこの補欠選挙はどうなるかということもあるんですけども、そこで留意すべきは、この前の週末にですね東京の立川で、えー、都議会議員の補欠選挙があったんですね。で、これ上、どういう状況か、ね、3人立候補いました。都民民民ファースト立憲民主自 で、でこの中で2人が当選する。蓋を開けたたらどうだったか。自民党が落選したんです自民党の候補が。で投票率はそんなに高くなかった。である意味で投票率は低いっていうのは不動票が少ないから本来自民党有利だったはずなのに結局、まあ、僅差であったとはいええー、負けてですね都民ファーストと立憲民主は勝ったと。 こ,れこの流れが続いたらですね、やっぱりこの、えー、どこのメディアも支持率が、えー、だいぶ下がってますので、本当にこの22日の長崎高知の補欠選挙をですね、えー、もしかしたら本当に負けちゃうかもしれないと。で、そうなると、もうこれを、年内の解散・総選挙なんか絶対無理ですね。そういったのを防ぐためにも、本来は補欠選挙の前にですね、しっかりした経済対策を発表する。そこでもう世間期待してませんから。それを超える、 やっぱり、えー、例えば取得税減税とかをしっかりやるというのを出せば、これ逆にはサプライズですから、支持率は絶対上がるんですね。じゃあ、そういうことができるか、少なくともこの政権、総理官邸は、えー、総理が減税に応まして、自民党、えー、公明党の幹部が自由奔放に、えー、減税アイデアを出して、世間の相場をとめるという馬鹿なことでちょっと許したわけです。じゃあ、その反省からしっかりした、えー、減税を実際の具体策で出して、サプライズを作って支持率を上げられるか。 でそういうい意味でこの10月20日22日の近辺はですねどういったものが出てくるかっていうのはまさにしっかり要注意関心を持って見ていくべきじゃないのかなとうう思います。